はいどうもこんにちは。今回は半導体業界ニュースとして2022年度の決算まとめ、半導体製造装置、材料メーカー編としてお送りしていきます。では早速参りましょう。まず全体のまとめです。半導体製造装置メーカーとしては代表的な7社を、材料メーカーとしても代表的な3社を取り上げています。もちろんこれ以外にも、えー、複数の装置メーカー、材料メーカーありますけども、代表的なメーカーを取り上げているという点についてはご了承ください。 見ていただいて分かりますように、売上高は各社各用ですけれども、営業利益率ですね。こちらは10%台から最高で実行の38.9%ということで、22年度は半導体製造装置メーカー、大量メーカーにとって非常に好調な年であったということが分かると思います。次に個別の内容を見ていきましょう。まずは東京エレクトロンです。日本を代表する半導体装置メーカーです。東京エレクトロンの概要はこのような形になっています。また興味のある方はご覧ください。 22年の業績ですけれども、売上高としては2兆2090億円。営業利益が6177億円で、営業利益率が28%です。売上高、営業利益は共に過去最高を更新しています。営業利益率は若干下がっているというような形になります。次に、東京エレクトロンの新規装置、製品別の売上構成比です。まず、新規の装置売上も前年度比で増加をしています。 その内訳上ですけれども、クォーターデベロッパー、エッチング装置、静膜装置、洗浄装置といったこの4分野がメインの構成になっているという形です。あとは上ハのプローバーも取り扱ってますので、ちょっと入ってますね。このような構成になっています。そして23年度の業績要請ですけれども、こちらはなかなか厳しいという状況になっています。売上高は通期で1兆7000億円。こちらがマイナス23%ですね。 営業利益も3930億円ということで、こちらマイナス36.4%ということで、23年度としては大幅な減収減益の見込みとなっております。ただ、東京エレクトロのコメントとしては、24年度は22年度を上回る回復見込みということですので、23年度、一旦落ち込みますけれども、24年度はさらにこう V 字で回復していくということが想定しているということのようです。次はアドバンテストです。 アドバンテストの概要もこのような形になっています。2022年度の業績ですけれども、売上高は5602億円、営業利益が1677億円、営業利益率が29.9%ということで、ほぼ30%ということのようです。これらの結果も過去最高を更新しているということのようです。アドバンテストはメインとして半導体テストを取り扱っています。 テスター市場におけるシェアの状況という資料がありましたので、そちらを持ってきています。2020年からシェアが43%、21年がプラス4%の47%、そして22年がプラス10%で57%ということで、市場規模としてはですね、えー、若干こう下がっていると。前年比マイナス6%ということで下がっていますけれども、アドバンテストのシェア自体はプラス10%ということで、かなり伸びてきて、過、まあ、半を握っているというような形になります。 SOC テスター、あとメモリーテスターですね、こちらともに2年連続の首位ということのようです。ちなみに、半導体テスターの試合ですけども、アドバンテストがトップで、もう一つですね、アメリカのテラダインという会社と二分してますので、まあ、残りはほぼほぼテラダインなのかなと思われます。もちろん、小さい企業も含めればもう少したくさんありますけども、その2強といった形で、アドバンテストがどんどん試合を拡大しているということがわかります。23年度の業績予想ですけども、 こちらは売上高が4800億円、営業利益が1050億円ということで、東京エレクトロンと同様にですね、2桁のマイナスということです。減収減益の予想ということで、半導体市場全体の減速によって、テスタジオも減少するということが見込まれております。次はスクリーンです。スクリーンの概要はこのような形になっています。スクリーンの2022年度の連結業績です。 スクリーンでは半導体製造装置以外の事業もやってますけども、メインとしては半導体製造装置事業です。この SPE と書かれるところですね。こちらの売上高は3,709億円。営業利益が769億円。営業利益率20.7%ということで、こちらも過去最高を更新しているようです。スクリーンが発表しています市場動向の見通しというところでは、23年度はファウンドリーやロジック向けは投資が継続されるということですけども、 メモリーですね。こちら T ラムとかフラッシュは投資が減速していくということのようです。あとはパワーデバイス向けですね。これこちらは堅調だということのようです。2023年度の業績予想は、売上高としては4100億円、営業利益900億円ということで、こちらは全体としてですね、半導体市場全体としては、じゃや減速気味ですけれども、増収増益というートが見込まれております。 まあ、テルとかアドバンテストが2桁のマイナスというところの中では、まあ、なかなかすごい予想になっているなと思います。あとは実際にこうした予想がですね、どういう結果になるかと,というところについては、また、えっ、ー、と、四半期ごとにですね、推移を見ていきたいなと思います。はい、次はキヤノンです。キャノンの概要もこのような形になっています。まず、キャノン全体の連結業績です。売上高は4兆314億円。 営業利益が3534億円ということで、全体の営業利益は8.8%ということのようです。キヤノン全体としても、前年からは増収、増益になっているようです。次に、セグメント別の業績を見ていきたいと思います。露光装置を含むインダストリアル事業は、売上高が3292億円、営業利益580億円、営業利益率17.6%となっており、 全体よりも高いいいい営業利益率になってるるとととうことが分かると思います。23年度の業績見通しとしては、こちらですね、売上高が3520億円、営業利益618億円ということで、増収増益の見込みということのようです。23年はメモリーの減少が続き、市場は一時的に縮小と、たら中長期的な設備投資は続くということのようですので、 録音装置の出荷自体は増えて増収増益になるということが見込まれております。次はディスコです。ディスコの概要はこのような形になっています。2022年度の通期決算としては、売上高が2841億円、営業利益は1104億円、営業利益率にしますと38.9%ということで、こちらもいずれも過去最高を更新しているということのようです。 営業利益率が38.9%ということで、まあ、約4割近いですね。非常に高い営業利益率ということが言えると思います。ニスコの業績の四半期推移がこちらになります。まあ、見ていただいて分かりますように、まあ、過去から堅調な推移をしていますけれども、えー、っと2020年ぐらいですかね、このあたりからこう右肩上がりでこうど,んど,んどんどん伸びてきているということがわかると思います。この黄色の折れ線は、経常利益率ですけれども、まあ、ほぼほぼ営業利益率ともえ等しくなっています。 利益率にしてもですね、過去から20%前後で推移してきましたけれども、直近は30%を超えて、場合によっては40%を超えるような、非常に高い利益率で推移しているということが分かります。今後の見通しですけれども、リスクは年度単位での業績見通しというのは出しておりません。23年度の第1四半期。 の業績ですね。えー、業績開示は、えー、次の四半期ごとということで、売上高が533億円、営業利益165億円ということのようです。パワー半導体向けは高水準ということのようですけれども、量産用途は低調な見込みということで、まあ、年度としても、どうですかね、533億円ですので、まあ、単純にこれ4倍していいとか、いいものか分かりませんけれども、4倍すると約2000億円ということです。 ですので、まあ、今年よりも下がるのかなというふうには考えられます。ちょっとここは分かりませんので、引き続き確認していきたいと思います。次はニコンです。ニコンの概要もこのような形になっております。まずニコン全体の22年度連結業績は、売上高が6281億円、営業利益549億円ということで、営業利益率8.7%。ニコン全体としては増収増益になっているということのようです。 次に、セグメント別の売上高では、路耕装置を含みます正規事業ですね、こちらの売上高が2032億円、営業利益243億円ということで、営業利益率12%となっていて、こちらも全体よりも利益率が高いということが言えると思います。23年度の見通しとしては、売上高が2100億円、営業利益150億円ということですので、 増収にはなってますけれども、利益としては下がる増収減益の見通しとなっております。次は、新越化学工業です。新越化学工業の概要はこのような形になっています。まず、新越化学全体の連結業績です。売上高としては、2兆8088億円、営業利益が9982億円、経常利益が1兆202億円ということで、 まず、売上高、営業利益、こちらはいずれも過去最高を更新しておりますし、経常利益は初の1兆円超えということのようです。次に、セグメント別の売上高です。シリコンウェハなどを含みます電子材料は、売上高が8756億円、営業利益は3014億円ということで、営業利益率にしますと34.4%、30%を超えているという非常に高い利益率になっています。 新 S 科学も23年度の業績見込みというのは発表しておりませんけれども、電子材料事業の状況と見通しというところはコメントが出ていました。それによりますと、半導体市場は22年秋以降、ですね調整局面に入っているということで、22年度末ですので、23年3月、4月ですねぐらいでも同様の状況ということのようです。そのため、23年度の業績予想は困難で、一旦未定としています。 まあこれほど高い利益率を出しますので、まあ、23年度どうなっていくか、シリコンビハー含めたこういった材料がですね、ど、え、う、ー、とといった需要になっていくかとういうことについては、具体的に出されていませんので、まあ、今後も注目していきたいなというふうに思います。次はサムコです。サムコの概要はこのような形になっております。えー、サムコ c o の22年、えー、サムコ c o はえーっと決算が1月から12月期ですので、22年の1月から12月 月の連結業績になります。売上高は4410億円、営業利益1096億円、営業利益率24.9%となっております。まあ、前年から大きく増収増益になっているということのようです。サムコの市販期別業績推移はこのような形になっています。えー、とサムコもですね、22年度はですね、えー、と売上高、紫色の折れ線ですね、まあ、大きく伸びてきていて、 営業利益も黄色のの棒グラフでですすね高くなってきてきいるととううことのようですただ、23年第1クォーターですので、23年1月から3月期ですね、もう終わってますけども、こちらは売上高、営業利益ともに減少するということが見込まれております。サムコも業績、年単位の業績予想は出てませんでしたけども、今後のウェハ需要予測というのがありましたので持ってきております。 左はサーバー向けの300ミリ、12インチのウェハーの需要予想です。じゃあちょっと長期スパンになりますけども、23年、24年、25年、16年ということで、長いスパンで見ても、やっぱり今後もですね、えー、順調に増えていくということがわかります。と同様にスマホ向けの300ミリウェハーの需要です。こちらは23年が22年に比べて若干こう、や、ま、や、あ、下がりますけども、その後ですね、やっぱ回復してど、んどんどんどん需要が増えていくということがわかります。 ですので、23年はやや厳しい局面になると思いますけれども、長期的にですね、24年以降は回復して、さらにあのこれまでよりどんどん需要が拡大していくということがわかります。最後はレゾナックです。旧昭和天皇ですね。レゾナックの概要はこのような形になっています。レゾナックも決算期が1月から12月期ということですね。22年の業績です。まず全体では、ブレーダが1兆3926億円。 営業利益594億円ということで、レゾナックとしては、減収減益というふうになっています。次に、セグメント別の売上高です。半導体、電子材料事業は、売上高として4272億円。営業利益が442億円で、営業利益率にして10.3%ということです。売上高としては、わずかに上がってますけども、利益としては下がっております。増収減益という形です。 そして23年の業績予想ですけれども、こちらはなかなか厳しい予想になっております。この半導体全資材料の売上高としては、通期で3500億円、営業利益は赤字予想で220億円の赤字という予想になっております。需要が低迷した影響を受けて、大幅な減収と赤字転落の予想ということで、23年はなかなか厳しい1年になるということが分かります、はい。今回の内容は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。 何かご質問ですとかご意見ありましたらコメント欄によろしくお願いいたします。